後列左が若き日の松岡照を、後列右が柳田国夫。前列右から松岡かなえ、松岡ゆき、鈴木博し、1897年前後の撮影。松岡永久は大正、昭和初期にかけ活動した日本画家。本名は照夫。張間北部の上東軍田原村、辻川の旧家、松岡家に生まれた。父は松岡三章。兄には、 医師の松岡かな恵、医師で、家人、国文学者の井上道康、民族学者の柳学にを、海軍軍人で、民族学者、言語学者の松岡静雄がおり、永久は罰死にあたる。他に三人の兄がいたが溶接し、成人したのは永久を含め五人で、これが世に言う、松岡五兄弟である。幼少時に、長兄の家内に引き取られ、 利川カワの下佐中部の深川町に移った。その自分より歴史が特に武者絵を好み、日本画家を目指した。明治28年、最初は仮の葉の橋本画法に学んだが、鎧を描くのが大好きだった永久には合わず、半年ほどで通わなくなり、明治30年に兄の友人、田山家隊の紹介で、今度は住吉派の三名官義に入門する。 そこで本格的に大和への歴史や技法、夕食古術を研究するようになる。明治32年に東京美術学校日本画家に入学し、ここでは川端玉将、寺崎工業らの指導を受ける。また在学中に小堀智もや梶田藩半子、吉川玲からの歴史風俗画会に参加している。明治37年に主席で卒業する。 A 級の画号は在学中に、兄、井上道康に付けられたもので、日本初期、天岩戸再生の上で美の形容をして、a 2級に谷から取られている。翌年、神奈川県立高等女学校と当時、併設されていた神奈川女子師範学校の教諭を務めた。明治41年、東京美術学校教授の小堀智音の抜擢で、同校助教授に就任する。 1912年の第六回文展において、宇治宮の姫君たちが初入選すると、囲碁観点を舞台に活動した。1916年には、近霊者の結成に参加。1920年に、大半海出身の門人で、大阪では、島声演文化だった林聖也と結婚。静野の画業は、よくわかっていないが、夫に勝るとも劣らない作品が残っている。 1921年には自ら、新興山戸絵会を創立し、大正、昭和にかけて、山戸への復興運動を展開した。この会は1931年には解散したが、絵巻物講話や、編著、図録絵巻物照射を表し、1929年には、日本絵巻物修正や、日本風俗が体制の編纂を行った。1928年秋に、 昭和天皇ご大典を奉祝した記念絵画を収めている。1929年第10回定点に出品した平治の重森で帝国美術院賞を受けた。1930年に帝国美術院会員に選ばれた。1935年の定点の回訴で画壇が大きく揺れ、永久は長年勤めた母校東京美術学校を辞し、同年9月に文化を合わせ、 国外院を結成した。1937年には帝国芸術院会員となるが、1938年に死去、56歳没、墓所は玉霊園、マミヤ林蔵肖像がありがとうございます。